はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月はですね、大きめの葉っぱをアレンジメントに入れ込む方法を皆さんにお伝えします。今回使用するのはね、このブロンズリーブスという葉っぱですが、なんか大きくないんじゃないかってね、思ってる方もいらっしゃるかもしれません。確かにね、こう大きいアレンジを作るときは、このぐらいの葉っぱはね、そんな大きい部類に入らないこともあります。ただ、中くらいのね、アレンジを作るときには、まあ、もう大きい葉っぱの部類ですね。ですから、こう器に対して大きめの葉っぱっていうふうに考えて、そういう葉っぱをアレンジに入れ込むとき、どのようにしたらいいのか、そういうところを、紹介して、そういうテクニックをね、紹介していこうと思います。ではですね、早速今日の花材紹介からいってみましょう。どうぞ。ブロンズリーブス、バラ、ボケ、エマリソウ、レザーリーフファン。はい、ではアレンジメントを始めていきます。今月はこちらの器を使っていきます。フォームはですね、この器のスレスレですね、でもうカットして上には出てない状態です。まず最初にこちらのウーリーブッシュですね、こちらをアレンジに入れていきます。ウーリーブッシュはこのように刺したら、ここのね、器に合わせて U ピンでね、こう留めていきます。これで要するにファンデーションワークをしていくんですね。こういう状態で留めていきます。これをどんどんやっていきます。こういう状態です。はい、次にこのブロンズリーブスをこのアレンジメントに入れていくんですが、その時にですね、こう先ほど一番最初に言ったね、問題が生じていきます。どうしてもね、この大きさに、まあ、こう上に出せばいいかもしれませんけどね、ここにはめたい場合、この大きさが邪魔をしてどうも入れ込みづらいんですね。そういう時はこの半面をね、カットします。このブロンズリーブスの半面をカットします。この葉脈に合わせてこうずっとね、ナイフで切っていきましょう。こういう状態ですね。こういう状態にします。そして、まあ、これもちょっと取ってみましょう。ここにこうはめ込みますね。で、実際こう刺して、で、このね、葉脈のところを U ピンでこれも留めていきます。こういうような状態になります。先ほど切ったこちらですね、これもここに葉脈をでワイヤーで留めて、葉脈をワイヤーで留めて立てていきましょう。こういうような状態になりますね。はい、そしたら次にこのボケを入れていきます。ボケは、このように切り分けをしていきます。そして使うところ、一番メインのところをね、まず取ります。このように取りますね。そしたら、ボケはタメが効きますから、この枝をね、こう流れてる、アレンジの流れる方向に合わせてタメていきます。こういうような状態ですね。そしたら、このボケをアレンジに入れます。
はい、このような状態になります。はい、そしたら次にこのバラをね入れていきましょう。はい、このような状態になります。そしたらこのねちょっと細かい部分ね、ウーリング塩を足していきましょう。フォームが見えてそうなところはこのウーリング塩を足していきます。ウーリング塩もよくタメが効きますので、こう癖をつけてからね入れると UP なんかに頼らなくても梅の方ができるようになりますね。はい、このような状態になりました。はい、次にですねこちらのグロリオサをですねアレンジメントに入れていきます。これも、このように一輪ずつにカットして、しっかりとね方向性を整えていきましょう。はい、こちらでグロリオサが入れ終わりました。そしたらですねここで少しアレンジメントの中にもう少しボケのラインを入れていきます。これはね最初から入れ込むことはできないので、こういうラインっていうのはね最後にいろんな花の状況を見ながら入れていきましょう。はい、こちらでボケの枝がすべて入りました。これでねこのアレンジメントは完成となります。一定方向に向こうから手前に向かってね流れてるのが分かりますかね。ではこちらで今月のアレンジメントを終了とします。